郡山市で96人など合わせて479人の感染が確認された県内。感染者の数は前の週の同じ曜日を5日連続で下回りましたが、高い水準が続いています。入院は244人で、重症者はいません。病床の使用率は 32.8% です。県によりますと、いわき市の児童施設で3件のほか、郡山市と会津若松市の介護施設や福島市の事業所で新たなクラスターが確認されたということです。また県は内堀知事が陽性者との接触があったことを発表しました。現在、内堀知事の体調に変化はなく、抗原検査と PCR 検査はいずれも陰性だったということです。知事は今週末まで自宅でリモート勤務を行います。また福島市は小畑市長が濃厚接触者となったことを発表しました。現在市長は健康観察中で、発熱などの自覚症状はなく、自宅でリモート勤務を行っているということです。県は今月末までを子どもの感染拡大防止重点対策期間として、保護者や子ども関連の施設の管理者に対して、基本的な感染対策の徹底を呼びかけています。